皆さんお疲れ様です。笑顔写真家の笑顔先生です。今日はですね、 LINE スタンプの作り方をレクチャーしていきたいと思います。 LINE スタンプ作れるって知ってましたか？このスマートフォンのアプリから作れるんです。やっぱり LINE って家族でのやり取りでは毎日欠かせないものになってますよね。でもそういった日々ね、こう絵文字を使ってらっしゃらない方とか、まあそのスタンプ使ってらっしゃらない方も、自分で作ったね LINE スタンプだったらば、家族でねすごくやり取りが盛り上がるんです。はい、なので今日はまあペットの写真でもいいです、お子さんの写真でもいいです、子供が撮ってきた写真でもいいです。このね、自分たちが撮って写真を使って自作の LINE スタンプ作りやっていきましょう。では LINE スタンプ、まずはそのルールといいところ、この3つをねご紹介させてください。まずルールです。 LINE スタンプは8個から申請可能になります。なので皆さん、まずは8個作るように、していきましょう。そしていいところとしては、 LINE スタンプ作ったらこれ非公開にできます。なので家族だけで使いたいわという方も安心して使えます。そして3つ目、いいところ、これはですね、作った本人は無料で使えます。そして何個でも作れます。なのでもう私だったらば、もう LINE スタンプ10種類ぐらいはね作って、家族と一緒にやり取りをしています。これが3つ目のいいところです。はい、ではですね、 LINE スタンプ作りの手順、皆さんぜひお手持ちのスマートフォンで一緒にやっていきましょう。まずはですね、アプリをダウンロードします。 LINE スタンプメーカーというアプリをまずダウンロードしてください。 OK でしょうか？はい、 LINE スタンプメーカーがダウンロードできたらアプリを開きます。そうしたらばこんな画面になります。この画面を見ながら一緒に皆さんやっていきましょう。下の方の丸、緑の丸のプラスのボタン、こちらをタップします。そしたらこんな画面になります。そしてまずはタイトル、何でもいいです。はい、何でもいいので、まずは私はニコニコスタンプと入れてみました。そしたらば、タイトルの下の方に下がっていただくと、緑色のまたね枠になってるプラスのボタン、こちらをタップ。そしてアルバムの写真を使う、こちらをタップします。そうするとですね、皆さんがお手持ちのこのスマートフォンの中にある写真のデータが出てきます。これを1枚選んで、そしてタップします。はい、はい、こんな感じでね、私は選びました。写真選びのポイントとしては、まず顔の表情がしっかり出ていること、そしてまずこのアップの写真が使いやすいと思います。はい、で選べたら次、下の方のですね、文字見ていくと、形、デコフレーム、自動切り抜き、なぞる、消しゴム、この5つがねずらっと並んでるかと思います。これ私のおすすめはデコフレームです。デコフレームのこれを使ったら、とっても簡単に、そしてクオリティが高く LINE スタンプが作れます。なのでデコフレームぜひ皆さん試してみましょう。こんな感じの画面が出ます。皆さんのスマートフォンではまだこのデコフレーム表示されてないかと思いますので、左下のプラスの追加のボタンをタップ。そうするとですね、このようにずら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 ーとデコフレームが並んでいます。ダウンロードします。はい、選んでみましょう。じゃあこれにしようかなと選びます。そしたらダウンロードしてください。
そしたらすぐにですねダウンロードができて、また左上のバッテンのボタン、そして戻るとこのようにね、はい、当てはまります。この写真に勝手にデコフレームに当てはめてくれるんです。簡単ですよね。でこのねダウンロードいくつかした後にずらーっと下に並んでます。どれにしよっかなという感じでまず選んで、そしてじゃあこのデコフレームにしようと選べたらちょっと微調整してあげましょう。ポイントはですね、微調整のポイントはお顔をいっぱいにこんな感じでね、はい、デコフレームにいっぱいに表情が出てくるようにしてあげてください。するとこの LINE スタンプでポンと送った時に、あ、この可愛いっていうねまず印象になります。はい、私の息子ならばこんな感じにしてみましょう。はい、そしたらもう微調整ができたら右上の次へのボタンをタップ。はい、そして、この感じでいいなと思ったらまた右上の次へを押します。はい、これね微調整もまだできるんですが、まずは簡単に作ってください。なので微調整はもうねこれはできてるので、右上のまた次へをタップ。そうすると完成イメージ出ました。こんな感じっていうね、かわいいでしょね。これ送られてきたら思わず笑顔になっちゃいますよね。はい、そしたらできたなと思ったら右上の保存を押します。スタンプを保存しますか？保存。そうするとお疲れ様って出ましたね。スタンプは8個作ると販売できます。どんどんスタンプを作ろうということで、はい、またこの緑色の縁がプラスボタン出ました。またこちらをタップして、これをただ8個作ればいいだけです。本当に簡単に作ろうと思ったらもう10分以内でできるんじゃないかしら。はい、でこれをねずらずらずらとまたアルバムの写真を使うっていう感じでね、はい、このようにして進んでいきます。じゃあちょっと私も作っていこうかしら。はい、皆さん出来上がったでしょうか。8個出来上がった方はこの LINE スタンプを申請に持っていきます。8個できたら下のところにですね販売申請って書いてありますね。はい、こちらをタップ。そしたら、はい、8スタンプを選びます。そしたらね8個ずらーっと出てきました。でこの1番2番3番という風にですね、この表示される順番を選んでいきましょう。1、2、3、4、5、6、もう本当に簡単にやりたいわという方はそのまんまずらずらずらっと押していただいて、でメインの画像選択というのはこの一番ね目立つところに LINE スタンプ表示されますので、まあ、一番お気に入りのスタンプを選びましょう。はい、選べました。はい、そしたらですねこのタイトルっていうところが一番上に出てきましたね。このタイトルを、修正が必要ですって書いてある方いらっしゃると思います。これはですねもう適当に文字を並べていただいたものでも構いません。あんまり関係ないです。はい、なのでまあおすすめは何かね例えばニコニコみたいな言葉を入れた後に今日の日付、まあ今日やったらば2023年08月な何日みたいな感じで数字を並べていって、そして完了を押してみてください。はい、はい、そしたらですね、はい、タイトルは入力できました。下の方に行くとこれ皆さんプライベート設定非公開になってますかね。はい、家族内だけでねこの LINE スタンプ使いたいわっていう方は非公開確認してください。そして下の方に行くと LINE スタンププレミアムね、こちら参加するになってますが、これみんなには表示されたくないわっていう方は参加しないの方に、こちらを表示させて、そして次へに行きます。はい、このようにしてですね、はい、プレビューができました。次へ押します。はい、ということで
ことでですね、このようにして、リクエスト申請の方に進んでいけます。申請が完了したらですね、まあその時々によるんですが、 LINE の方からですね、許可しますというような、LINE が届きますので、それが届き次第また自分の作った LINE スタンプをダウンロードできるという手順になってきます。はい、皆さん簡単だったでしょう、ね、やっぱりね、これ慣れてきたら10分15分ぐらいでできるようになります。子供も大きくなってくるので、その1年に1回ぐらいね、作っていくと子供の成長もね、分かりやすくって、そして家族で写真を見返すという機会にもなりますね。やっぱりね、写真を使えば家族のね、コミュニケーションがどんどん広がって笑顔が増えていくということをですね、今日は皆さん LINE スタンプでちょっとね、実感してもらえたらと思って、このテーマにしてみました。いかがだったでしょうか。はい、これからもですね、写真のある子育ての楽しさを皆さんに発信していきたいと思います。ではでは、皆さん次の動画でお会いしましょう。笑顔先生でした。ありがとうございました。